情け無用の街は、イギリスの SF ドラマ、ドクター風第7シリーズ第3話。イギリスでは2012年9月15日に、BBC1 で初放送された。脚本は、トビー・ウィトハウス、監督は、サウル・メッツ・スタインが担当した。異星人のタイムトラベラー11代目ドクターと彼のコンパニオンである、エイミー・ポンドとローリー・ウィリアムズは、西部開拓時代の街を訪れる。 街は他の開拓地から隔絶されており、住民たちはガンスリンガーと呼ばれるサイボーグに異星人の博士であるカーラー族のジェックスを引き渡すことを要求されていた。しかし、ガンスリンガーは戦争に勝つためにジェックスが禁棄を犯して兵器として改造した存在であり、ドクターはこの場における正しい決断を迫られる。番組制作葬式のスティーブン・もファットは 第7シリーズの各エピソードに目立つ題材を用意しようと考え、ウィットハウスに西部開拓時代のテーマを与えた。ウィットハウスはこのテーマを掘り下げて、古典的な西部劇の要素や共感できる悪役を登場させた。情け無用の街と前話恐竜たちの船は、第7シリーズで最初に制作が開始された。 エピソードの大部分は数多くの西部開拓時代映画で使用されるロケ地でもあるスペインのアルメリア県の砂漠地域に位置するミンハリウッドとテキサスハリウッドで2012年3月に撮影された。イギリスでの視聴者数は842万人を記録し倫理的な議論が盛り込まれているとして批評家は肯定的に評価した。ドクターの行動や物語のテンポには 批判的な声も上がった。情け無用の街の前日端は、ザ・メイキング・オブ・ザ・ガンスリンガーという題で iTunes にて独占配信された。普通のヒューマノイドの肉体をガンスリンガーに改造する様子が描写され、チェックスの声で製造過程が説明されている。撮影に使用されたミニハリウッドモファットは、第7シリーズの最初の5話に、 映画館の看板のテーマを持たせることを計画していた。それぞれのエピソードに違った印象を持たせるため、番組制作葬式のスティーブン・モファットは、西部開拓時代のテーマをトビー・ウィトハウスに与え、ロボットの脅威にさらされる街についてのエピソードを提案した。モファットは、クリーント・イーストウッドの代わりにはならないだろうと感じた。マット・スミスを、 西部開拓時代という舞台に出演させることに積極的であった。ウィットハウスは以前、ドクター風で同窓会、ベネチアの吸血鬼、閉ざされたホテルを執筆していた。ウィットハウスはこれまで西部開拓時代をテーマとした作品を執筆したことがないと述べたが、そのテーマを痛く気に入った。ドクター風で、 西部開拓自体を舞台にした物語には1966年のザ・ガンファイターズがあったが、ウィットハウスはザ・ガンファイターズを見ないよう他の脚本家からアドバイスを受けた。ウィットハウスはドクターが馬に乗るシーンや睨み合うシーンなど一般的な西部劇の要素を取り入れることを気に入った。彼く、平和主義のドクターが銃を使わざるを得ない場面が最も執筆が難しいシーンであった。 ウィットハウスはサイボーグの悪役を単に魂のない機械ではなく生きた意識を持つ三次元的で同情のできる登場人物にしようとした彼はその外見をフランケンシュタインの怪物を想起させるものにしようと考え後にそのデザインについて素晴らしいとコメントしたガンスリンガー役のアンドリュー・ブルックのメイクには3時間半を要したコスチュームの都合上ブルックは 左目だけで演技をしなくてはならなかった。スミスはゲスト出演者のベン・ブラウダーを称賛し、ゆっくりとした話し方が素晴らしい良いカウボーイだとコメントした。また彼はエイドリアン・スカーボローについてエピソード全体を持っていったと称賛した。ブラウダーは役を打診されて快諾していた。彼は自身の子供たちがドクター風を見ていたことに気づき、また彼自身も 西部劇に出演したいと考えていた。ウィットハウスは、ブラウダーの演技がイメージした、キャラクター通りで興奮したと語った。情け無用の街と、前話、恐竜たちの船は、第7シリーズで最初に制作されたエピソードであった。両作とも、サウル・メッツスタインが監督を担当しており、メッツスタインが初めて、ドクター風にクレジットされたエピソードとなった。 エピソードの大部分は、スペインのアルメリア県の砂漠地域に位置する、西部開拓時代風の通りが建設されている、スタジオで撮影された。同スタジオは、映画、荒野の用心棒を、はじめ100を超える、西部映画の撮影に使用されている。スペインでの撮影はイギリスでセットを建設して、撮影するよりも安価であり、象徴的なアメリカの舞台を考えるとおのずと、 この撮影地に絞られたという。撮影はミニハリウッドとテキサスハリウッドで行われた。スミスは馬に乗ることを許可されたが、エピソードで見られた乗馬シーンの大半はスタントマンが言った。撮影は2012年3月17日に完了した。作曲家マレーゴールドは、 西部劇スタイルの送風を模倣して、情け無用の街の音楽を作曲した。情け無用の街は、イギリスでは、BBC1 と BBC1HD で2012年9月15日に初放送され、同日にアメリカ合衆国では、BBC アメリカで放送された。当夜の視聴者数は660万人に及び、第7シリーズではそれまでで最も高い数字を記録した。 放送当日では3番目に多く視聴された番組であり、放送翌日には BBC アイプレイヤーで最も人気の高い番組となった。BBC アイプレイヤーの9月のチャートでは140万リクエストでダーレク収容所と恐竜たちの船に次いで3位の座についた。最終号形地では本作の視聴者数は842万人に上りダーレク収容所を破って、 第7シリーズ最高の数字を記録した。アプリシエーションインデックスは85に達した。日本では放送されていないが、2013年11月23日から、ドクターフーの第5シリーズから第7シリーズにかけての独占配信が、フールーで順次開始され、情け無用の街は2014年に配信された。情け無用の街は、一般に評価から肯定的にレビューされた。 イグンのマットリズ・レイは本作に10点満点中8.5点をつけ、重大で、進歩的で、豪華で、面白い冒険だと綴った。彼は、明るい雰囲気を設定したウィトハウスとメッツスタインを称賛し、ドクターの道徳の不確かさが強調されていると感じた。ガーディアン氏のダン・マーティンは本作を、鋭い会話で音を立てる複雑な道徳ジレンマと表現した。 彼は一人で旅をしてきたことが、ドクターに、どう影響したかを語るエイミーの会話に着目し、カレン・ギランが、本作の真のスターとして、姿を現したと綴った。ザ・エ v クラブのケース・フィップスは本作に、B の評価をつけ、道徳的問題を議論している、時間の時間を楽しんだ。ザ・テレグラフのギャビン・フラーは本作に星4つをつけ、人を夢中にさせる。 資料に富んだ大人のドラマ作品と評価した。彼は調子を抑えたスミスの演技と彼とジェックスの会話を称賛した。また彼はドクターとエイミーの成功に作られたシーンを称賛した。しかし、エイミーとローリーにあまり焦点が当たらなかったことからギランとアーサーダービルを無駄にしているとも感じた。デジタルスパイのモーガンジェフェリーも星4つを与えており。 西部の雰囲気とドクターの闇の扱い方を高く評価した。また、彼は、ブラウダーが、イギリス人俳優ではなし得ない、アメリカ人としての信頼性を役に吹き込んだと感じた。しかし、フラーと同様に、彼は、エイミーとローリーが、物語の脇に追いやられていたことが残念な、点だったと述べた。スラントマガジンのスティーブン・クーパーは本作を、非常に楽しめるエピソードと表現したが、 ドクターとジェックスの問題が未解決であったため、物語の結末は、先の素晴らしさの後ではわずかに盛り下がるものだったとした。インデペンデント紙のニーラ、デブナスはジェックスを、ガンスリンガー以上の悪役にしたことを、素晴らしい日にりだと絶賛した。彼女はドクターが、ジェックスに銃を向けたことが全くキャラクターにあって、いないと感じたが、エイミーとローリーの離脱の前兆であると解釈した。 同様に、いよ級のチャーリー・ J ・アンダーズも、ジェックスを死なせるというドクターの決断がドクターらしく、ないと感じた。彼女は、おそらく卓越しているであろう、標準システムを、ガンスリンガーが、ジェックスの射殺に使わなかったこと、そして町人を盾として使われないように、ガンスリンガーが町人を外に逃がせばよかったのに、そうしなかったことを批判した。加えて、彼女曰く、 全体を通して本作は、西部開拓時代に舞台を移した、スタートレック、ディープスペース9のエピソードのように感じられた。SFX 誌のイアン・バレミアンは、情け無用の街に星3つ、半をつけた。彼は、倫理的な議論により、本作が驚くほど成熟した物語、になったとコメントしたが、西部劇の要素は、ありきたりすぎると感じた。また、 エピソードの大部分がジェックスの掘り下げではなくジェックスをどう扱うべきかをテーマにしていることから彼はひねりが欠けているとも感じた。さらに彼はプロットに対して問題点を二つ指摘した。一つはガンスリンガーが普通に歩いて街に入ってジェックスを連れ去ればよいこと、もう一つはドクターがターディスでジェックスを連れて行けばよいことである。 同雑誌のデーブ・ゴールダーは本作に残念な SF 西部劇エピソードのレッテルを貼り情け無用の街に登場した西部劇の要素はあまりにも多く他の作品ですでに見た感覚を抱いたという胸のコメントをしたラジオタイムズのパトリック・マルケーンはさらに批判的で説得力もなく特に感じることもなかったという胸のコメントを残した彼は西部劇と ドクター風は決して完全には混ざり合わないものであると感じ、緩慢としたテンポやローリーが劇中でほとんど何もしていないことを批判した。しかし、彼は豪華なセットについては高く評価し、道徳的なやりとりも巧妙に組み立てられていたと称賛した。宗教ウェブサイトパテオスのジェームズ・カイ・マクグレースは情け無用の街に強い宗教的テーマと、 道徳的なメッセージが込められていると感じ、真に慈悲、許し、戦争犯罪、復讐、正義にまつわるものだと綴った。彼はドクターが長く一人でいたために、ジェックスに銃を向けたとするエイミーのコメントについて、我々は他の人間とのつながりを緩めると、慈悲、正義、他者の運命を個人としてではなく、そして別のものとして扱うことができると述べた。また、 彼は住民たちが教会に集まる一方で、ドクターとガンスリンガーが外で対峙しているシーンについて、人の命の意味付けの重要性が強調されている宗教的なメッセージだと感じた。デイリー・テレグラフのギャビン・フラーは、トビー・ウィートハウスの道徳、倫理、良心、正義の問題を追求する力強い道徳的な物語が西部のコンセプトで効果的に装飾されていると述べた。 ザ・ AV クラブの批評家、ケース・フィップスは、命令と混沌の狭間の永遠に終わらないせめぎ合いは、西部劇に普遍的だと指摘し、本作が法を無視した復讐と文明的な正義のどちらが勝つかという疑問を代表していると述べた。SFX のイアン・バレミアンは、街を取り巻く、境界線が一線を越えようとしているドクターの引誘であると解釈した。彼は、ドクターの議論を、 ダレク族の誕生の四代目ドクターやリザレクション・オブ・ザ・ダーレクスの五代目ドクターのものに結びつけた。さらに、批評家たちはこれまでドクター風に登場した典型的な白黒の明瞭な悪役よりも、むしろ白と黒の混ざった微妙な立場にあるキャラクターが描写されていると指摘した。ムービーマーキー、ありがとうございます。